慣れてみる。ここからはダンディーハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。なかなか配信もあって、ね、いい曲だと僕は思って、あ、これやろうって言ったんですけども、歌ってみたら歌詞が、あ、これ歌うわけみたいなリハーサルで、あなたにちゃんとこう感じてって歌で言って、自分はアラームするちょっと後悔してんだけど、でもいい曲だってきっとみんなが喜んでくれるし、やってて楽しいし、強行してよかった。Thank you.
今日でもう終わっちゃうんですね。終わっちゃうんですよ。寂しいですね。寂しいですね。行っちゃおうかな、リハーサル。あ、おいしい。あ、そうですか。お待ちしてます。次は、お迎えしていきます。ジュージさんです。緊張しすぎて踊りに行こうかと思う。あ、今年の夏、はい、青山町から骨董通りにかけて走ってましたら、ちょうどブルーノートの、ね、コンサートのお客さんがいっぱい溜まってたんです。それがそうしたところで受賞って書いてあるんで、お客さんはみんな、なんかその顔してました。本当ですか。ね、ジュジュはうまいと思うし、8割型トークですか。2割ぐらいですか。あれが相当濃厚になる。全然なってない。全然ないな。ベタトコ勝負。ちょっとじゃあ一つどうぞ。なんでですか。ベタトコ勝負のそのは。いやだってこれ私のコンサートじゃないんですよ。力量がないそんな無茶振りされても小田さんは前にそんなのできないです。そうですか。いやいやいや。私話しかけないんで、まだ期待されても何もできないんですけど、何しろって言うんですか、小田さん。なんか今、見つかったんじゃないですか。何の、何ですか。見つかりませんよ。だって、はい、カメラは多いし、カメラの多いところだと途端に弱い。よく出てきたりしたんですか、番組とか全然弱いな。小鹿のように来だいぶ大きな小鹿ですけど、本当に緊張しいのでダメなんです。でも私自身こうカメラとか撮影とかってすごく苦手だし、聞いてるでしょ。聞いてるよ。苦手なんです。人前に出るのも実は苦手だったりもするんですけど、理由があるとすればライブに行けないところの人とかで、ライブでお会いできない方のためにこれがライブって思えば乗り切れるなと思って頑張ってます。なんですか。いやいや、会社ありがとう。今日もう自主的に歌ってくださいとお願いしたくてですね、新曲ボレーの6時ぐらいが45年ぐらい前だと思いますけど、ドラム戦争に反対してお願いされてくれ、まあ僕らには戦争に対する切迫感とか全然ありませんでしたけれども、ストチャートの1位にジョニーが戦場に行くことになって、それを売り出さなくてはいけない、こういう人との切ないやり取りを表して反省を持たれています。サンナ戦争という歌をジュニーに歌っております。ジュニーのいろんな曲を聴いてきましたけれども、僕の曲を歌う、自由の歌を歌ったとして